伊川線の列車長島ダム駅に停車中の伊川線列車。伊川方面駅は制御車が先頭。伊川線は静岡県廃原郡川根本町の先頭駅と同県静岡市青井区の伊川駅とを結ぶ大井川鉄道の鉄道路線である。南アルプスアップトラインの愛称が付けられている。大井川の流れに沿って山間を縫うようにゆっくりと走る。全線の1。 山がトンネルと橋梁で占められており、また非常にカーブが多く走行中は、車輪がきしむ音が絶えない。そのため伊川線の機関車を呼び、制御客車は水巻き装置を備えている。お正避増造館には、日本で最も高い鉄道橋、関の沢橋梁がある。山岳地帯を走行するため沿線に、民家は非常に少なく、利用者は大半が観光客である。 駅の半数が、いわゆる秘境駅となっている。終点駅の伊川駅は、静岡市内だが、南アルプスの山中にある。当路線は、鉄道事業法及び、軌道法に準拠する、鉄軌道としては日本で、唯一のラック式鉄道区間のある路線である。長島ダム建設に伴い一部区間が、水没することになったが、保証金を受けて廃止することはせず、湖岩に新線を建設した。 途中90.0パーミルの急勾配があるため、薄い峠越えの国鉄新越本線で1963年に廃止されて以来、日本では途絶えていたアップト式を採用した。なお、ループ線などを設けて、急勾配を避け建設する手法も可能だったが、早期に建設できるという理由で、アップト式のラック式鉄道となったと言われる。また、いくつか種類がある。 ラック式鉄道の中でアプト式を採用したのはレールの製造会社の都合によるものと言われる。もともと 762mm 期間で建設されたが1936年に貨車を直通させるために 2067mm に改め機された後もトンネルなどは車両限界が小さい。車両もそれに合わせて軽便鉄道程度の大きさで 軽便より小さいと言われることもある。沿線住民からは、エンジンという愛称で親しまれている。これはもともと仙湯森林鉄道の愛称であり、車両が似ているため引き継がれたものと考えられる。鉄道資産は中部電力が保有しているが、第三種事業者ではない。また当線の赤字額は中部電力が負担している。旅客列車は仙洞伊川間の当時。 運転が基本で、日中約1時間間隔で4往復が運行される。また、車庫のある、拙速橋温泉駅から、井川駅間、仙洞駅から、拙速橋温泉駅間の区間列車もある。全列車が機関車牽引の客車列車であるため、大井川本線とは異なり、ワンマン運転は行われていない。全列車が、DD20K ディーゼル機関車が推進。 牽引する客車列車によって運行される。旅客列車においては、連結機の負担軽減及び損傷時のリスクを考慮して、ふもと側の線等速に重量物である機関車が、伊川側には制御客車区波600型が連結される。区波600型から機関車を制御するため、伊川線で運用されるすべての客車と、シート機200系、シーはフレー経過車には、 制御回路が引き通されている。ラック式鉄道区間ではさらに ED90 系電気機関車が補助機関車として連結される。基本的な編成は以下の通り。先頭、アップと一しろ、長島ダム以下機関車、客車、客車、客車、制御客車、アップと一しろ、長島ダム電気機関車、機関車、客車、客車、客車、制御客車いずれも、他客時と換算機には、 客車の連結量数が増減する。ダイヤ上、途中駅で連結、開放を行う列車も存在するが、この場合は、機関車が、編成中間に入る。また分割併合がなくて、機関車、客車、客車、制御、客車、機関車、客車、客車、制御、客車、機関車、客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 車、かつては、 小型蒸気機関車やディーゼル機関車、DB1 型による観光列車が先頭川根両国間で運行されていた。貨物列車は静岡県統計年間によると2018年度に先頭駅、川根小山駅、アプト市城駅、瀬送峡温泉駅、小森駅、ひまぞう駅、伊川駅に取扱い実績がある。鉄道統計年報における 品目内訳はすべて分類不能とされている。一覧は大井川鉄道車両を参照ダム建設のための専用鉄道として建設された経緯から車両限界はかなり小さいものとなっている。車両定規によると最大幅は 1850mm 以下最大高さは 2700mm とされている。かつての地方鉄道法においては 最大幅は 2744mm と設定されていた。一般的な軽便鉄道の車両では最大幅は 2100mm 前後で現在も運用されている近鉄260、軽電車の車体幅は 2106mm、馬面電車として鉄道ファンに知られている花巻電鉄の下波4.5の最大幅が 1600mm だった。これらと比較すると 伊川線の車両規格の小ささが伺える。また、連結器高さもレール面から 640mm と、普通鉄道の 880mm より低い位置になっており、連結器も小型の自動連結器が装備されている。伊川線用の小型連結器で、同社では4分の3自動連結器と呼称している。客車、貨車のボギー台車はすべて軸管。 距離1 3 0 0、mm、トルのアーチバー台車で統一されている。客車はすべて手動ドアであり、駅に停車すると乗客がドアを手で開けて、車掌がドアを閉めて回る。奥泉駅、川根一代駅、岡島り上高場川根、唐沢駅、犬間駅、川根長島駅、井川駅道、平駅。ありがとうございます。